自分の特技をお願いします。うん、はい、そうですね、虹色侍のズマと言います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕の特技はすぐに5秒で曲を作ることができます。なので例えばリンゴって言われたらリンゴの歌を今作るみたいなことができます。打ち合わせなしでです。それを僕の伴奏ともうその意思疎通、僕らハードで繋がってるんで、それを何の打ち合わせなしにそのまま曲に入れます。それを証明するために我々は今日マイクとキーボードを持参しております。なるほど、はい、それはすごい。ゆうゆうたの上位互換ってこと？まあゆうゆうたちまんやんです。なるほど、序列で言うそういうことか。序列で言うと序列があります。我々音楽界我々は私は中堅で彼が上位互換です。なるほど。でちまんには下位互換です。なるほど、わかりやすい。はい、そういうことになってます。例えばだから皆さんがお題をいきなりもう適当な単語でも何でも構いませんいただいたら、それをでどういう曲調かっていうのも全然言ってもらって構いません。もうそれで僕らはもう打ち合わせなしでその場で、うん、まあ曲として完成させるという。それはマジですごい。まあでもズマさんのまずね歌唱力をちょっとお伝えしたい。はい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 。ちょっとこれってそういう権利的に普通に既存曲とか歌っちゃって大丈夫ですかね。はい、あの別収益今日考えてないんで。はい、ここも引っかかっても大丈夫です。ちょっと前、ちょっと音出るだろうか。あ、出る。おお、あ、出るね。すごい、すごいな、初の。ちょプリテンダー言っとく、ズマさん。ええあれ、皆さん歌唱力を示すのに確かに。ご存知ですか、ヒゲダンオフィシャルのマチュラさんの噂では、プリテンダー。歌詞が分かんないですね。おい、まあそれぐらいからは即興で全てやってきたということです。え、まあグッバイからできますか。グッバイ、はい、こう、うん、OK ですか。グッバやっていいってことですか。まあ何個でもいいです。それを合わせて一つにします、例えばお題リンゴ、もうパンダとか、もう3個ぐらい4個ぐらいでも何でも、例えばそのフリップに書いていただいても構いません。それぞれのフリップに、まあ、簡単な単語とかがいいかな、はい、とかを本当にゆうたさんがハードル上げるためにズマさんの顔色がちょっと彼は逆境に非常に強い。そういうふうに追い込まれて逆にできたらそれも査定額も上がるというものです。はいはいはい、そういうなんか、ね、じゃあ試しにやってみます。じゃあ僕に早速でいいですか。じゃあはいはいはい、早速いいですか。今さ全然しゃべらない。じゃあ2つ単語言えばいいですか。どうぞ、はい、ウェブコンサルティングのストックさんでお願いしていいですか。これもうめっちゃ CM 来たぞ。確かに、確かに、はい。ズマさん意味は分かりますか。分かんないっすね。カタカナが分かんない、まあ、コンサルなんかコンサルティングとか、はい、相談、まあ、人材派遣みたいな感じですね。コンサル会社です僕で、ストックさんっていう会社名です。はい、でコンサルのストックさんで、じゃあちょっとコンサルはこうした方がいいよとか、はい、ああした方がいいよっていう人ですよね、はい、そう、まあ、そんな感じです。先生アドバイザーみたいな。あ、分かりました、聞いてください、はい、ウェブコンサルティングのストックさん。Yeah.
私と彼にはやばいね、これはすごい、すごい、こんな我々をほっといていいんですかという話ですね。じゃあ僕もいいですか。